こんにちは、こんばんは、ジンです。今回はブランキーシェットシティさんのプラネタリウム、こちらのリフを取り上げていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。まずは一度弾いてみたいと思います。こういった感じのリフになります。譜面にするとこういった感じになります。譜面にするとですね、音数が結構多くてごちゃごちゃしてしまうんですけども、分かりやすいようにブロック単位で区切ってみるとこういった感じになります。赤枠で区切ったところをこうループさせるような感じになります。そしてこの譜面の中で出てくる×印ですね、こちらのブラッシングという奏法になりまして、弦を押さえずに弦を触れただけの状態で弾く奏法になります。例えばですね、最初の1音目 E コード、はい、弦を押さえて弾くとこういった感じになるんですけども、弦を押さえずに弦に触れてるだけの状態にするとこういった感じですね。実音が出ず、こういったパーカッシブな音が出るかと思います。バッテンのところは基本的にこのブラッシングというパーカッシブな音でこうリズムを前に押し出していくような形になります。ではこの赤枠をゆっくり弾いていきましょう。こういった感じになります。コードからブラッシングへのこのフォームチェンジが間に合わないという方はですね、例えば、はい、E コードを押さえている状態からブラッシングのフォームをこうではなく、違いが分かりましたでしょうか。できるだけ今押さえているコードフォームに近しい形で弦を止めてしまうと、まあ、要は全ての弦に触れていればいいので、こう触れていてもこう触れていても結果的にはどちらも音は止まっていますので、そういった感じでできるだけその時に押さえているコードフォームから近しい形で弦をミュートしてしまう方がコードフォームとブラッシングの移動が最小限で済みますので、スピーディーなコードフォームのチェンジが可能になります。赤枠後半部分では一体どういったことをしているかと言いますと、コードでいきますと、はい、E、G、A と動いているような形になります。分かりやすいようにこちらのスコアにコードの動きを付け足してみるとこういった感じになります。コードが G のところでは2から4弦の開放弦、これ何かと言いますと G のコードフォーム、こちらの2から4弦、これ開放弦ですよね、ここだけ弾いているような感じになります。そしてコード A のところでは2から4弦の2フレット、これもですね、A コードの2から4弦だけを弾いているような感じになります。これをですね、すべての弦で弾こうとすると、はい、少しですね、手の移動が忙しくなりますので、今回のように2から4弦だけを使えば、左手の動きが小さく済みますので、今回のような速いコードチェンジにも対応することが可能になります。赤枠を繰り返した後に最後に出てくるフレーズが、ここも最後 G、A、G とコードが動いていくんですが、オープンコードをそのまま弾いてしまいますとコードチェンジが非常に早いので、全ての弦弾こうとするとですね、少しちょっとギクシャクした印象になってしまいますので、ここもですね、先ほどの赤枠で出てきたところと同じように、例えば G コードだと2から4弦の開放弦だけ、 A コードも2から4弦の2フレットだけ、コードフォームの一部だけを使って弾くことで素早いコードフォームに対応させているような形になります。そしてここも非常に大事なポイントなんですけども、今回のフレの中でグルーブを出す重要なポイントが一つあります。それはこのフレの中の×印、ブラッシングのところですね。このブラッシングなんですけども、私今ちょっと適当にブラッシングしてるように見えて、少し意識してる点がありまして、左手は動いていないんですが、右手で低音源のあたりを弾いているのか、
高音源のあたりを弾いているのか、それで使い分けています。例えば右手を一定で弾くと、これはこれでですね、ストレートな印象が出ていいかと思うんですけども、これに対して右手を低音源のあたりを弾くのか、高音源のあたりを弾くのか、これを使い分けて弾くと、低音源がドラムのキック、高音源がスネア、そういった感じで、このブラッシングの中にもドラムのキックとスネアのような抑揚をつけることでグルーヴが生まれて、よりクールな響きに変わると思います。一見ですね、オープンコード3つだけのリフですというとシンプルなイメージになるんですけども、突き詰めていくと、しっかりとしたグルーヴを出すのは非常に難しいフレーズにもなりますので、ゆっくりのテンポから何度も何度も弾いて、聴き手が踊りたくなるようなグルーヴを出していただければと思います。今回は以上にしようと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録いただけたら励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。